皆さんこんにちは。前衆議院の渡嘉敷直美でございます。今日は吹田の名所であります三色祭堂に参りました。ちょうど紅葉の時期なんですけれども、本当はもっとね、赤が綺麗な時もあるんですけれども、今年は夏が暑すぎまして、ちょっと茶色かなっていう状態でありますけれども、吹田にもこうやってですね、緑を楽しめる場所がたくさんありますので、ぜひお越しいただけたらありがたいなというふうに思います。まあ、吹田はですね、万博の1970年の万博の時にものすごく発達して、ニュータウンとかできたんですけれども、万博の後ですね、その跡地がだんだん緑を保全していく場所に変わってきまして、住宅地プラス緑をたくさん持っているというので、多くの方が住みやすい場所ということで、今吹田市も大変人口が増えている状況であります。観光地も持っておりますので、どうかまた吹田の方にもお越しください。ありがとうございました。